い、こんにちは。あいにくの雨なんですけれども、以前動画で紹介したこちらの谷田を、監修された谷真一郎さんと、アスリートのインソールを開発されている BMZ 社の共同開発で生まれたこちらのスピードアップインソールを実際に試して、紹介していきたいなと思います。こちらのインソールなんですけれども、 CCLP セオリー、 CCLP 理論というものをコンセプトに、重力を最大限に利用すること、限界への挑戦が始まるというキャッチコピーで、足の立方筋と、小骨全部、小骨かかとの骨なんですけど、この立方骨と小骨全部を同時に支えて足の機能を高めるというふうに、書いてあります。こちらの、肩の方にある骨、立方骨、そしてかかとの小骨、こちらの骨をインソールで支えることによってアスリートのパフォーマンスを、高めるというのがコンセプトになっているようです。ホームページの方で詳しく、解説されていますので、実際にこの骨のモデルというか模型を使って、動画で解説している、映像もありますので、そちらをご覧いただければなと思うんですけれども、僕の方で実際にこのインソールを使った時に、どういった、実感が得られるのか、どういった効果があるのかっていうのを見ていきたいなと思います。で、まずこちらのインソールのサイズが 26.5 から 27.5 ということで、僕のスパイクのサイズが 26.5 になるので少し大きくなってます。なので、実際に使っている今スパイクに入っているインソールの大きさに合わせるためにちょっと切り取っていきたいなと思います。はい、こんな感じになります。あんまりうまく切れてないんですが、こんな感じでできました。OK、 結構がっつり切れましたね。めちゃくちゃ足のこの裏のアーチのとこが、アーチが支えられてる感じしますね。さっきの立方骨と小骨の前の部分ですかね。おお、すごい。
せっかくなので前回の谷浦田のダッシュコースで走ってみました。まあ、タイムちょっとまだ今録画したビデオでまた計測するので今は分かんないんですけど、実感としてはやっぱりグリップ、ちょっと雨でぬかるんでるグラウンドなんですけど、足のグリップだったりこの反発っていうんですけど、下から力を受けて、一歩一歩が速くなったような実感はあります。雨もひどくなってきたんで今回はちょっとこれで終わろうと思うんですけど、今回紹介したこのスピードアップインソール、ぜひ効果を、実感できると思いますし、実際に、J チームの選手たちも J リーガーも、使ってる愛用されてる方が多いみたいなので、ぜひ、興味がある方は概要欄にリンク載せておきますので、そちらからチェックしてみてください。また他にも、いろんな動画出してるのでぜひよければ、ご覧になってみてください。ちょっと風邪ひきそうなのでそろそろ終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。